真夏といえば大阪アニカレ、みんなで楽しむアニカレ祭2017。中高生の間で注目度ナンバーワンのアニカレ祭。体験展示コーナーではアニカレ生の自信作がずらり並ぶアニカレギャラリーをはじめ、ペンタブレットやコピック体験で自分だけの作品作りにチャレンジできます。そしてご存知、三丁目ライブではアニソンコスプレ何でもありのパフォーマンスでめちゃくちゃ盛り上がれます。またステージイベントはチームカエンによる南中騒乱、個性豊かなアニソンライブ、現代アクション遠投一段の盾、産学共同プロジェクトオタベースジアニメの上映、注目の電子紙芝居はパンダー5リターンズ、狙われた黄金の笹、あのパンダー5が装いも新たに戻ってきます。そしてスペシャルゲストは数々の作品で活躍の声優大阪亮太さんを迎えます。アニカレ生は今本番を目指して日々稽古や準備に一生懸命取り組んでいます。集合、11代目かい最高。フェリシア、アニカレ祭待ってるよ。大阪アニカレ、みんなで楽しむアニカレ祭2017は7月23日日曜、大阪アニカレキャットホールで開催。詳しくは大阪アニカレのウェブをチェック。真夏の一日、エンターテインメントを思いっきり楽しもう。